こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。いやいいですね。ねえ、合いますね、うん、なんか小笠原行ってね、またあれじゃないの夫婦の仲良くなった、うん、そう、そう、仲良し度が高まったかもしれない。そうかね。ね、やっぱみんなのおかげだよ。そうかもしれないね。なあ、うん、今回ね、本当にみんなが楽しんでくれたのがすごく嬉しかったね。うん、でも毎回そうだよ。いや毎回そうだけど、うん、特になんかさ、もうなんだろう、変わった人が多かった、変化した人が。毎回そうだ。いやそりゃそうだけど。本当にそうだよな。うん。まあ、だから今回は中学1年と小学校5年生が一人で参加して、うん、そうだね、うんうん、まあ、いつも孝太郎がね一、うん、人で参加してくれるんだけどな、うちとこうちゃんがね来れなくて、うん、その分まさきとあやねちゃんが来てくれて、うん、まあそうだな、うん、でも子供の存在大きいよね、うん、そして4歳2歳高野さんちの4歳2歳がいて、うん、それでまあね、ドルフィンスイムに行ってね、うん、帰りにね、うん、釣り浜ビーチ寄ってくれたんだよね。そう、あそこはね、本当に去年、うん、ヨッシーがさ、そう、最後にね、泳いで熊の実見て、そう、そこで船に戻ってきて、うん、バタンと倒れて、うん、そのままだったからな、うん、まあそこでね、あなたがきちんと花を用意してくれてね、うん、うん、持って行って、うん、浜松町で金買って、うん、掘れさえ入れて何日間か、そうだよな、うん、ね、それをね、ご喧嘩、うん、ね、しいたくさんもさ、ね、しいたくさんも綺麗な霊作ってきてくれて、一緒に私たちの花と一緒にさ、海に流してくれたんだよね。そうだよ、うん、いやあれはね、もうそう言って花持ってったのに俺涙溢れてきてさ、もうヨッシーってのあれを名前呼ぶ、ね、こともできなかったよ。本当私はみんなもうバーって高級だった、うん、な、待っててくれたと思う。まあそんなこともあったね、うん、あ、まあでドルフィンスイムはね、イルカちゃんとはまず最初一頭のイルカがいて、そうで橋長見たのか、橋長もジャンプして、ジャンプっていうかこうピコンピコンってやってる、そう、休んでるやつな、うん、それから群れにもね、うん、会えたよな。すごかった、うん、うん、親子のイルカが多かった。ああ、そういったね、うん、うん、まあみんな見れたね。そうだね、全員が見れた、うん、そうそう、でまあそんなこともあって、そして割と我々の、まあ、旅というのはこの3日間は割とギュッと詰まるんだけど、あとは、うん、あとはもう割と自由なんでね、うん、昔だとさ、昔っていうか3年前か、うん、4年前か、もう帰りだからそれで、ワンクルでおしまいだったからね、うん、そう、うん、でだけどもそれから頑張ったら本当に面白い。 そう、でそれぞれが自分の好きなことやる、うん、山歩いたいと山歩く、そう、ね、母島行ったグループ、母島行ったグループよりいたな、母島気に入ったみたいだったよ。もう来年は母島半分父島半分どうですかって言われた。ああ、そう、それぐらい気に入った、気に入った。ああ、そう、うん、まあ、滞在4時間ぐらいのものでしょ向こうはね。いや今回はね、長い、うん、長い時間ってあれだけど、うん、朝早く出て、うん、夕方出る船だったら4時だから、うん、4時そう6時間入れたんですよ。ああ、そんないたのか、うん、なあ、本当楽しんで帰ったよね、うん、あ、もう本当に雰囲気もなんか盛り上がって、ちょうど今回はね、千島ペンションっていうね、うん、広い庭のある宿で泊めれば困れたからね、うん、そこにテーブルが2つ置いてあって、白いテーブルがあってな、うん、でそこへみんななんか持ち寄ってさ、うん、酒飲んだりしてね、バイバイバイ、うん、でそこにまあ子供たちも入ってくるからさ、うん、ね、子供たちともワイワイ言いながらな、うん、酒飲んでね、うん、うん、まあフラダンスもそろそろやろうかって話だったな。そう、ね、うん、そう、あと亀の産卵を見てきて、キコなんかもリアルにね、うん、映像も撮ってきて、そうだな、あれずっとじっと見てたんだからな、うん、でほら亀さんがさ上がってきてさ、うん、砂をね、うん、ザッザッって音を立ててさ、うん、穴を掘っていくじゃん、うん、まあ、あの音聞くだけでやっぱ涙出てくるよね。あ、音は聞いた、うん、姿は見なかったけどな、うん、音聞いたな、で星空だ、うん、ああもう俺は今まで最高じゃない、あの星空、毎日毎日さ、そうだね、うん、入った中で一番だったかもしれないの星空。そうだよね、うんうん、で台風もそれで行ってくれたからさ、東の方へね、うん、一、うん、回だけ海のツアーが休みになったんだよね、ダイビングしようと思ってた2人がいたんだけども、それが中止になって、うん、そうだね、あっ、しいたくも一回中止になったんかな、うん、そうだね、そう一、うん、回なった、うんうん、でまあドルフィンスイム行った人もいたな、うん、それからあと西洋海岸でさ、うん、泳いだりな、泳いだ、うん、あの海岸は、まあ、王ちゃんのお気に入りの海岸で、そうだね、やっぱいいよ ね、 ね、うん、朝からず深からず、うん、うん、よかったよね、うん、うん、それから
あの人とね、いつ毎年会う、キミちゃんと合流してな、わざわざさ、我々が遊んでるとこ石岡海岸まで来てくれたんだよ、バイク乗って、うんうん。そしたらもう、また、まさきだな、あれ、バイク好きだから。うん、もう目がキラキラになってさ、ドンピシャだったよね。うん、まあ、こっちも涼しくさ、うん、明日ちょっと乗せてくんないって言ったらさ、じゃあ島一周しましょうかなんつってさ、なんてね、一周すべて後ろ乗っけてね、あの人もね、で面倒見がいいよな、本当にいい人だね、うん、で聖夜20代か、うん、25だったっけないさ、うん、あいつもなんか本当にあのまさきと仲良しでさ、うん、一緒にな、うん、2人であの宮の浜行って、うん、泳いだりね、うん、うん、キミちゃんがいろいろしてくれたの、そうだね、もともと運動能力の高い子だからさ、ちょっと教えてもらったらすぐ上手になるね、うん、そうそう上手になる、うん、2人ともな、うん、うん、そんなことがあったな、うん、うん、で姉ちゃんは姉ちゃんでな、うん、小学校6年生、うん、ね、彼女はうん、泳ぎ前半泳ぎで後半はね、うん、何だっけ、タコの葉の、うん、サイクだったりな、うん、うん、何やったっけあれは、しっぽ焼きやったりとか、しっぽ焼きか、うん、うん、そんなこともやってたな、うん、うん、で帰りたくないってそろそろ始まってきた、そう、あ、うん、そんな感じで、ね、もうだん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 こう馴染んでいく、みんな黒くなってきてな、う、ね、うん、でまあ山を一人で歩いてね、うん、うん、なんかヤギの大群に遭遇してビビったとかな、そんな話があったりな、うん、だからなんかさ、すごいなんかみんな自分のいいところが出せたと思うわけ。だから釣りをした時にまさきがさばけたり、とも子が釣り一日やったんですよ、とも子がさばけて、本当美味しいお刺身にしてくれてさ、そう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 、でそれまたあの釣り道具を貸してくれたところのさ、おじさんが小平出身の人で、おつかみ屋だったかな、そう40年ってね、もう島に行って、そうまた面倒見がいいんだよね、本当時々見に来てくれてね、で釣った魚をさ食べさせてくれるお店まで見つけてきてくれてさ、そう交渉してくれたんだ、そう、あんないい人がいるんだよな、来年は、うん、な、あのカセットコルドとさ、うん、フライパンから持ってきますよって、うん、な、その、あの港でさ釣ったらすぐ食べれるよ、ね、食べるようにしてあげますよなんて、そんな話してくれたしな、ほんといい人ばっかりだよ、うん、出会う人出会う人、そうそうそう、うん、うん、あれいいよね、そういう形でさ、うん、楽しめたらね、うん、だからまたさ、なんかやることが増えてきたよね、うん、うん、あの選択肢がね、うん、別に釣り嫌いな人はやらなくていいんだけど、うん、やりたい人はそうやって釣りをもっと何倍にも楽しめるじゃん、うん、だから何とかする人ってわーっていく、何とかする人っ て、うん、20人全体で動くっていうのは本当に限られた回数なんだけども、うん、そう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 、それぞれがなんか上手に、うん、それもなんか誰かを仲間に入れないよとかそんなんじゃなくて、うん、もう全てウェルカムでさ、そう、ね、やりたいことをやると、うん、ね、ついていきたい人はついていけばいいしさ、うん、一人で歩きたい人もね、うん、なるべく、まあ、あんまり一人行動ってのはね、うん、自然の中っていうのはあれだから、しないようにはしてるけれど、うんうん、でも一人で泳いでいきたいんですお願いしますって言ってさ、うん、ね、子供を置いておけるのもさ、うん、やっぱり信頼関係あればこそだしさ、そういうことだよな、うんうん、まあ、だそういうことで本当ね、10日間で人が、うん、どんどんどん変化していく、うんうん、もう解放されていくっていうかな、うん、いや本来に戻るんだろうね、うん、やっぱり、そう、うん、まあ、これでいいんだっていうことでしょ、うん、ね、日常生活の中ではさ、うん、仕方がないよ、人間関係やったりさ、うん、仕事終わったり、うん、それも仕方がないね、だからそういう思いしてるんだけど、じゃあ年に10日ぐらいはさ、うん、もうそれ発散してそれをなしに、うん、ね、もう思いっきり、うん、自分を表現していく、うんうん、そんな中でまたそこで自分が自分の原点を取り戻して、うん、そしてまたこちらで、ね、うん、頑張っていくというふうな中でさ、うん、やっていくことが必要なんじゃないかね、かもしれないね、うん、だからあんなに生き生きするの、最初はさ、うん、なんかね、あんまり話もせずにさ、知らない人ばっかりなんだもん、うん、でしょ、今まで会ったこともない、そうそう、それが10日でうわーっと、10日どころかもうすぐ引っかしくな、だからあの24時間かけてさ、うん、船に乗るっていうのは最高なんだよ、そうなんだよね、あの時間が大事なんだよ、だからそういうのがあるツアーだからいいと思うしね、うん、それからなんか、例えば偉い先生がいて話をするっていう話のところでもないしね、うん、うん、もう気兼ねなくさ、みんながさ、なんか友達のようになって、うん、うん、ね、ワイ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 言いながら
だからまさにね、俺体験の分かち合いがそうだできてるなと思うわけ。うん、うん、だそれで王ちゃんでさ、うん、あのラウンジ行ってさ、うん、何人かと一緒にさ、うん、お酒飲みながらさ、うん、多分自分のいろんな体験を語ってくれると思う。そう、ね、それ感じる人もいるわけじゃん、うん、なあ、かこちゃんなんかも自分も本に出てた人がここにいるって言ってたからね。そう、うん、で面白かったのはあれで、最後あの船の待合所に 本があるじゃん。そうだな、そこにあなたの本を見つけたっつってさ、そう大騒ぎして、そう、いや、そう、本格人だったのみたいな。そう、まさきが言うんだ。そうやって何をもらえた、俺何だと思ったのったら、いや知らなかったけど裏なしだと思ってたっつって言ってたよ。それはまたよしだ。まあね、な、本当に素敵な仲間だった。そう、楽しかったね、うん、まあまた来年も行きましょう。そうですね、頑張りましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。